ルクセンブルクは12の関東と102の基礎自治体に区分される。ただし関東に行政機能はなく、地方行政を担うのは実質的に基礎自治体のみである。2015年までは広域行政区、関東、基礎自治体の3層構造であった。関東関東はルクセンブルクの第1級行政区画である。ただし行政機能はなく、 関東独自の政府、議会、裁判所などは存在しない。現在は主に選挙区や司法区、統計などの行政上の区分として使用されている。2015年以降 ISO3166 からにルーが割り当てられているが、欧州連合が定める地域統計分類単位には使用されていない。関東はフランス支配した。 フランス革命期の1789年12月22日に設置された。1795年8月31日の布告では37軍あった。その後も変更が行われ現在と同じ形となったのは広域行政区が設置されたのと同じ1843年2月24日で当時は11軍であった。百五十一年四月四日に ビアンデン軍が設置され、現在に至る。関東には、軍、県などといった訳語が当てられているが、ここでは軍に統一する。日本語名称はルクセンブルク政府広報局のものを参考にした。基礎自治体基礎自治体は、ルクセンブルクの第2級行政区画で、地方行政を担う。内務省の管轄下にある、基礎自治体の合計は2018年時点で102。 このうち12の自治体は、市の称号を有しているが、他の自治体と行政上の違いはない。ルクセンブルク市やエシシュルアルゼット市には、さらに改区分として、行政区広域行政区は、かつて存在した行政区画である。内務省と基礎自治体の中継機関であった。なお、司法権は、持っていなかった。2015年までは、 ISO3166 からに、ルーが割り当てられていた。1843年2月24日に、ディーキルヒ、グレーベン・マハ、ルクセンブルクの3区が設置される。1857年5月30日に、ディーキルヒクとルクセンブルク区から2軍が独立し、メルシクが新たに設置されたが、10年後の1867年5月4日に、 廃止され、当初の行政区画へ戻された。2015年10月3日に、全広域行政区は廃止され、内務省が直接自治体へ、行政サービスを提供することとなった。選挙区と、定数ルクセンブルクの立法府である大議員の議員選挙に用いられる。関東をもとにして、国土を4つに分割している。なお、欧州議会を呼び、ルクセンブルクの国民投票は、 国全体を一つの選挙区と規定しているため、この選挙区は使用されない。三つの治安判事裁判所からなる、二つの司法管轄区がある。ルクサンバーグ、エステリトリー。リュクサンブール、パブリック、ルー。2020年2月24日閲覧。ルクセンブルグ、国際標準化機構。2020年2月24日閲覧。ナショナルストラクチャーズ。 ユーロスタット。2020年2月24日閲覧。ルクセンブルク大広告徹底解説。ルクセンブルク政府広報局。2020年2月24日閲覧。ポピレーションパール観点イコンミューン1821から2019。ルクセンブルク統計ポータル。2020年2月24日閲覧。サブディビジョンズ・テリトリアルズ。ルクセンブルク統計ポータル。 2020年2月24日閲覧。オースデムパーラメント第ディストライクトワードンオブガシャフト。で、ルクサンバーガーワード。2020年2月24日、閲覧。ディストリクツオブリュクサンブール。statoids.com。2020年2月24日閲覧。フィンデコミセリオッツでディストリクト。RTL。2020年2月24日閲覧。 ありがとうございます。